どうも、お疲れ様です。9月12日朝6時の相場解説になります。今回も FX オリガラヒの皆様と即可塾限定動画をご覧の皆様にこの放送をお届けしたいと思います。さあ、円高への転換が起きそうだなと今私思ってます。ずっとですね、ずっと右肩上がり、つまり円安の方向に上昇圧力がありますよっていう放送しかしてこなかったんですけども、で、一旦ね、特殊レンジみたいな感じで、 上昇への圧力がちょっと弱まるかなっていうところはあったんですけども基本的には下がったところでそれを超えてまたね円安の方向に触れていくっていう放送は変わらなかったと思います。ここもそうですけどもね。ここを超えて上に行くと。しかしですね、今回を限りに新しい情報発信がありました。これによってもしかしたらね、137円あたりまで、だからこのあたりまでですよ。このあたりまでもしかしたら 円高の方向に圧力がこれから行くんじゃなかろうかと。そんなあ、今年の秋の予感が私はしております。ですんで、今まで通り困ったら倍に触れるだけではなくてね、やっぱりセルで取っていくことも考えないといけないなっていうふうに、今日から放送を改めていこうと思います。じゃあその空分岐は何かっていうと、昨日の材料の発表ですよね。えー、そもそもは土曜日に上田総裁、日銀総裁が あの金融緩和がねもしかしたらもうすぐ終わっていくかもしんないよそういう選択肢も持っていくかもしんないよってことをお話しされていたのは昨日私の相場解説でねお話した通りですけども昨日の朝木を同じくしてですよ長期金利が0.7%に利上げになったわけですよで利上げになると何が起きるかっていうと基本的にはこっちに行くんですよずーっと利下げとか金融緩和だったから右肩上がりだったんですよ円安の方向に行ってたわけなんですよ でもここに来て利上げってことになると今までと方針が違いますからだから違う方向右肩下がりの方向に向かい始めたってことなんですよこれが大きな根拠ですさあその他の根拠もいくつか持ってこないといけませんけども今のところありませんありませんのでうんなんかこれをねこれからじゃあ円高の方向に向かっていくための根拠を探しながら当面は円安の方向に えまだね思考を残したままやっていかないといけないだからちょっと難しくなってきますあの今年1月から始まった1週目2週目3週目っていう相場解説でしたけども、えー、っと多分ね今年で一番難しい9月10月12月ってものが始まるんじゃないかなと思いますですんでこれからちょっとね根性いりますよ今まで利益を積めなかった方はこれまで以上にね利益積みにくくなってくると思いますので 取れるところはしっかり取っていく。そして無理なところはデモトレードでトレーニングだけしていく。そんなスタイルでやっていただきたいと思います。単純に円安の方向に向かう右肩上がりだけじゃないってことになると、本当にね、ロスを出すことも多くなると思いますんでね。はい、それも覚悟しながら慎重に放送していこうと思います。で、冷やしの方向はこちらの方向、値、ね、動きをね、突破できずに下の方向に向かってますんで、 ちょっとこの流れっていうのはね、しばらく続くんじゃないかなと。今週37週目が始まりましたけども、これね、145円台で終わることも考えなくちゃなっていうふうに思いながら話を聞いていただければと思います。まあそう言ってもね、このあたりっていうのはずっと146円を超えずに、まあ超えたと思ったら145円台に戻ったりとかね、場合によっては144円台に戻ったりとかしてますので、今みたいに146円、147円が当たり前だったみたいな時代の方が、まあ、 瞬間的だったっていいいいう風に考えてもいいんですけどねはい、ごちゃごちゃ言ってすみませんでした <laughs> 4時間の方行きましょうか4時間はちょっと分かりやすいですよはいこれはトリプルトップがあるんでしょここにずーっとここを越えられなかったわけですよでついに超え,、ま、えられないまんま上田発言と金利発言によってグッと引き下げられてマーケットはこちらの方に一瞬で移動しましたずっとここにいたのにねこっちに移動したわけですよ で、さらにこれが、もっともっと、下の方に移動するかもしれないなっていうのを、これからの値動きがね、どっちに向かうかによって占っていきます。それでは1時間見ていきましょうか。1時間は、ほら、ここで窓を開けて、そのまんま窓を埋めないまんま、ここまで下がって、売られすぎが買い戻されて、買い戻されたんだけど、買い戻されすぎて、セルが入ってって感じで、ボラティティが、 ここからね、ドーンと来て、どんどん収束してるところでしょ。で、今日は収束を待った後に、収束の後に来るものといえば、そう、ブレイクです。どっちの方向にブレイクするかなっていうところで、そのブレイクを取っていきましょう。さらにそのブレイクの方向によっては、あやっぱり円高の方向に行くんだなっていうふうな根拠を一つプラスしていくことになるということです。そんな重要な火曜日ですんで、 今日単体の利益に固執することなく、残り今年もね、あの、9月、10月、11月、12月と3、4ヶ月残ってますけども、この3、4ヶ月をプラスで乗り切れるのか、それとも悔しい思いをしながら、なかなかチャンスを見出せないかってことはね、本当に決めるための37週になってくると思いますので、これからは円高の方向もあり得るなってことはね、十分覚悟しながら相場解説やっていきましょう。私の方もね、その辺しっかりと配慮しながらお話していきます。それでは。